マキにテクさんがおったんやな。よし、デクさんがおる。壁がないな。どうも。これが鉄拳神か。動かない。やったな。これね、大岡の受け身の取り方が分からんちゃうね、俺。うまいな。ないもん、ここが。やったわ。やってねえ。うわー、やってねえけど、なんかアホか。あ、やばいわ。うまいな。さすがやね。どうすんの？これでいいん？うわ。やべえわ。はい。ダンダン。はい、いっちゃあがり。あー、しゃがむ。わっから、この肩マジ当たるんですよね、だんだん。なんで？今の対象だとか。ビリバだな。こんなんしなかったし。やって、危ねえ、ラッキー。
はい。こっからなんやね、でも。こういう人たちの強さ。うわ、入らん。ラッキー。しょうがない。しょうがないよ。はい、2連勝。いや本当はねヘッドセット買ってたんですけど、ヘッドセットなんか買って5日ぐらいでぶち壊れました。使ったの2回ぐらい。なえるわ。保証書もないし心が折れそう。ミッチーさん3000円ください。お願いします。いやいいよじゃないよ。くしゃみが止まらん。ってことでとりあえず俺強くね。まあやるわ俺。どっちだ。いや来週響くね。俺時間1時間しかない。明日も仕事やけん俺12時まで寝るって決めとっちゃう。ちょっとねやっていい時間帯とやっちゃいけない時間帯ってあるんですよ。はい、デクさんに2連勝なる。やべ、うわっ、え、なんで。それはいいけどさ、やべえわこれ。調子のな、あ、やべえ、ごめんなさい、ごめん。いやー、リンネ打ったでしょ、僕。この人下着で全然してこないし、めっちゃいい人やん。この中ちょっと入るけど、気を締めとくよ。これね、匂いルピ覚えてきな。あ、これノアちゃんのウェイ。
うわぁ、あ、入るんやったっけ。え、なんか変なとこで当てたね。入らんねんな、あれは。こういう情報を、あ、やべ、見え、あ、なんで起き上がっただけ。こいつうめえ。仕上がってんな。あー強いわ。Get ready for the next class. デクさんしかおらん。厳しすぎるわ。圧倒的に遅かったね。ごめんね。やべ。あー負けたかな。
これは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 。ダンダン。打ち返しが早い。やべ、俺テンパット。そうですそうです、2勝2敗今。多分負け越すあれだって。アーケード未経験だもの。電気アーモンド。いや、本当にいい勝負ですよ。でもこれ言ってきますけど、鉄拳神対修羅ぐらいですじゃあ、違う違う、俺は修羅。これは負けんね。さすがに。うわ、壊れたか。どうすんの？減らねえな。特に。お疲れ。ちょマジか。俺がお疲れだわ。ネタやったんやけどな。ちょっとそういうのやめた方がいいよ。
あー、これ当たる。よし、これも当たる。はあ、死ぬんじゃね俺。おかしいだろ、やべえだろ。へえ、かっこいいね。うん、買うもん。かな。どうだ、やるだろう。権力の違いやね、そもそもの。とか大口叩くでしょ。うわ、俺の山ってめっちゃ今日冴えとる。ヘリオ、あへえ、下がる俺の。大丈夫。汚い合わせ、綺麗に合わせ。汚い合わせだったら1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、11回下がらないといけないですけど、綺麗に合わせだったら1、2、3、4、5、6、7、7回。この3人誰もいなくなった。スーピー検証、検証になりそうやわ。ナイス。なんか親指使うとかじゃないですか。中指を使う。あ、できるわこれ。ぎこちないですか。ぎこちない。なんなん言わんといて。こいつステップ踏みながらやるってやばくね。中指。あり、うまいやん俺。うまくね。中指。綺麗な山さは違うけんね。
かないやマスト。足が2つになる。誰もなくなった。してやるかね。こいつの山ってどうなるのかな。このキャラも変わらんことなるな。元気の入ったコマテクでしょ。フレマパトロールしようかな。ここ危なそうやもんな。一体タイトル書いて放送しやめる。一旦放送終了して、一旦放送終了します。次はすぐ撮るんで。はい、なんですかこの方。
あまりにも弱すぎるようであればキックしますよ。キックキック。まあローと何かでいいでしょう。レイズン。ブルース・ブライアンってなると超強そうやね。これね、青出せないっていう。やった。逃がしてたまるかっていうシャガパンやったね。はい、アーケードラッシュぐらいかな。重っ、無線だろ。何これ、マジ？やべ、ちょっと距離が遠すぎるかな。横にするじゃん。山下見てうまいんやけどね。
ごめん。ごめんね。言われるまで気づかなかったわ。やべ、これは負けませんわ。俺のローが強い。はいはいはい。お、やべ、やった、吸い込まれたわ。おこ、はい、負けたら俺はずいぞ。うわ、そう、今なLK がな、汚染勝ったんやって。だけど俺は悪くない。なんなんなん、マジかよこいつ。その短弁はマジックじゃねえな。
まいやん。どうかと思うよそれ。マジ間違えた。やべえわこれ。やばいわ。負ける負ける。終わり。ウィー。でかいよ。終わり。さっきダブルサマーわざと遅らせたの分かりました？分からんけど、そういうのよろしくないよ。よくないって。やった。うま俺。どうすか今の。でしょ。あっという間にこんなに満タンになってしまって。やっぱメインがいいですか。メインが見たいですよね。了解です。いい、やりますね。え、まああんな当たり前ですよ。どういうものとか言ったけど、まあまあ、はあ、ロー使いなんや。初めて知った逃さない技ね。やるわ。結構ないよこんなの。
ニーランセコがね、やっぱふざけてるもん、ニーラン。最大じゃねえけど、このコンボ。行くぜ、入居。死ぬな。ここ、はいね。うめえ俺、体力調整バッチシみたいな。ナミチみたいに言われ始めたな、俺も精神的に来るな、これは。これね、ラスワークのつもりなんですよ。打ちどころです。使った方がいいことに間違いはないけど、打ちどころですね。俺杖放送ですけど、これラスワークのつもりですよ。明日お仕事するの。チューじゃねえよ。チューやったらキモすぎんだろ。やばすぎな。マイクに向かってチューってそれやるのナミチぐらいですよ。って言ってたらナミチたまに出てくるんですよね。あん？俺かみたいな。呼んだかみたいな。うわ、これいい。お前コスチューム見せに来ただけだろ。ラースのコスチューム好きだよ。このドラフの普通いぞ。あ、間違えた。タンタン。おい、お前の負けの原因はそれだ。マジか。今のは俺が悪いんじゃなくて、相手が悪いんでもなくて、ナムコが悪い。かわいそう。ソバットだよ、ソバット。横強いと思うじゃん、そんな。俺うますぎ。これでまたローとリーが流行るな。
よろしくお願いいたします。ミルクさん、はいはい、入らない、入りそうじゃねえ。ロートリー、うるせえなお前は。でもロートリーっていうね、あのタックのね選択肢はね本当に正解やと思うよ。わかりません。いや、悪くはね、リーとラースに関してはそんなにいいかって言われるとまあいいですけど、言われるほどいいかって言われるとそこまでないけど、まあでも悪いかって言われるとそうでもなくて、でもそんなにいいかって言われるとやっぱでもトップクラスには並べないレベルで、でもやっぱり悪いかって言われるとそうでもないぐらいですね。リーラースはいいと思いますよ。これ壁壊すから。あ、つまりリーラース使いましょう。リーラースはいいっすよ。俺サブがリーなら絶対リーラースにしてますもん。うん、いいと思うよ本当に。まとめるとですね、ヘルプミーといういいお手本がいるのと、うわあ、あとで一回だけリーダースやってみましょうか。いやいいか、俺のリーダースは重要ねえな。やってねえ。これドドンだだって、ドンドンドンドドンバウンド。もうマジ？本当に絶対嘘だろ自分。あんまお世辞言うのやめろよ、のぼせ上がるけん。わお。なんかね今秋ね、ちょ一つ聞いて、電波一本の人がずっと待機しとるんよ。電波1本やけん、次電波1やけんね、やばいってこれ。あ、いいっすよいいっすよいいっすよ、はよはよ、まるまるまる、お3回拾え拾え。じゃあ次枠の途中までやるね。3個目さんちょっとごめんなさい。3個目さんですよね、電波1本の人。3個目さんだよね、違う？ボス違いますか？3個目さんですよね。あ、ミルクさんがどこ行った？壁とかないですけどね。やるわ。いやいや、こちらこそ本当ごめんなさい。俺があんなこと言わなければ、とっととね、丸押してたでしょうに。これね、前出しない。
使いっぽい俺。このね、LK、LK かな、舐めちゃいかんすよ、マジで。ヘル。興奮して死んでしまったかっこよすぎて。俺のが出せるぜみたいな、そんなアピールいいよ。対戦するやお前。でも投げみたいな、でも次投げスラッシュみたいな、でもこっちもスラッシュみたいな。終わり。そんな怒ってないよ、ごめんね。ピコハンやってしまって怒らんでや。この人うまいよ。うまい。魔法やね。どうなんの？これ死んでくれよ。次枠の途中までありますね。次枠の途中まではお前さすがに俺風呂入られて寝らせろよ。いや今度よかったら対戦しましょう。カポエラマスターさん、返されて。あ、そうなんや。ボブチャックか。何も分かってないっすよ、俺は。落としてこれいって、こいつスラッシュねえやんな。それで勝負決めに行かんと思う。ジャック側はあっ、ダメやろ。終わったわ。わざわざやる？
や、いいね。でも俺には通用しない。は、違う。うまいな。こちらこそ強くてびっくりしました。また対戦してください。ちょっと人が多いんで今抜けられたと思うんですけど、いやいや、とりあえず電波多少ラグくても電波3ぐらいの感度があればやりましょうよ。これいけますね。全然いけるよ。なんでこれ電波1なんやろね。めっちゃ軽いんやけど、むしろめっちゃ対戦しやすい。動きが軽い。なんかそうなんすか。知らんかった。やばいよね。狙いに来たね。
じゃないんや。うまい。当たり前なんかもしれんけど、俺はできる。すいません、ほんとちょっと2倍ぐらい待ってもらいまして、申し訳ない。カポエラマスターとか書いてあるから、俺カポエラ出していい？俺がカポエラで倒しますよ、カポエラマスターは。強そうじゃね。嫌われてるんですかね、それは。別に重いとは感じなかったですよ、僕は。見ました、今これ汚い山捨てやってますよ、ほら全然下がりやせん。俺を怒らせたな。最近ちょっと舐めとった。舐めようや、本当にやめ。やばい、これどうすればいい。これなんか赤いやつ来てもうた。やばいやばい、やばい、これちょっと恥ずかしい。よっしゃ、今日ね、こんな感じで俺の10連勝を記念しても、これま終了なんですけど、
多分俺と対戦したかった人って結構いるでしょうね。入ってきた人ね、待った意味みたいな。はあ、まあまあいいでしょう。俺前の枠でこれ途中までで公言してましたし、フル。あ、じゃあ10個目さん、10個目さんで、ね、待っとってくれたのであればちょっとアリーナ来ましょう。アリーナの5番、アジアロビーアリーナ5番。タバコを吸わせてくれるんやったら対戦します。俺も多分この枠終わったらそこから入って寝るんで、タバコ吸わせてください。もし来てくれるのであれば全然対戦しますよ。メインで何でもいいですけど、メインじゃないやつがいるんやったら別に。で俺がロジャーとか使って負けたら、ね、勝ったら勝ったで俺言ってる勇気に勝ったって言えますよ。アリーナ5番っす、今。お、いますね。対戦申し込み、ちょっと待って、お名前見せて。あ、はいはいはい。何がいいですか、キャラクターは。うんうん、いいっすよ、おいでおいで、この枠までやったら対戦するから。で、キャラ何がいいですか。ちょっと待ってね、俺今タバコ吸ってんのよ、しかも違う部屋で。俺の鉄拳の前のところでタバコ吸えんくて、だからちょっと待って、あと1分ちょうだい。ね、メインがいいとかロートな、あけ剣王、メインがロートリーで、アーケード最高剣王で、今ちょっとお話しできません。全然巣鴨じゃないよ、福岡。はい、対戦しましょう。対戦、最初に西キングさんが、知り合いかって言われると、バクシーさんとは話したことないです。のびさんというか、のびちゃんとは多少少しだけあります。おお、初めてじゃねえじゃねえか。西キングって言ったけど、西キングさんでしたね。すいません。頑張りましょう。あーもう暑いね。かっこいいねこのブライアンね、俺好き。俺ね、たけさんとね、まったりさんち一緒にね泊まったことがあるけど、あんまり話したことないね。たけさん強いよ、あの人強すぎ。俺好きやね、ああいう鉄拳する人。本当はああいう鉄拳がしたかった。強いっちゃけど、やめろやめろ。やめろやめろ。うわぁ、これね、そういうので負けちゃうんだよね。マジ？こういうので負けるよ、殺すよっていう発言しといて、これどうまた恥ずかしい。俺どうせお前シャープナーだろうって言うと思った。全然違かった、強すぎるわ。
し。頑張りますよ。他の方より少しね選択肢が早い、いいことですよ。展開についていけてるってことなんで。あ、死んだかな。ちょっと難しいよね、ああいうの。ダイトゥー。はいはいはい。そういうの良くないと思いますよ、マジ。あ、やべ、ラースのライトってなんかそんなあります？逆にトリガード、26個目さん誰ですか？あ、めっちゃ気になる。26個目さん184ついて誰かわかんないけど、めっちゃ気になる。きっと俺の大先生ですかね。基準まで上がってんじゃねえかよ、やるじゃんって来たね。ほうほうほう、イエロー。え、誰誰、あのさ、キモさん対戦中今まさかのぽいよね。そうそう、あれね、大橋ね、あ、大阪ね、考えてるんです最近。俺シモンさんとかがめっちゃ好きで考えてるんですけど、本当に、ですよね。まあ、シモンさんとかブリさんとか、ちょっと待って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 。俺この人ない、多分やらんという感じよ。あ、よろしくです。まあ、ちょ、お前言ったけど、これ出す枠だからな。いや、嫌われます。あ、こいつついてきてんな、みたいな。俺どうしようかなって思いますよ。展開早いってことは、先のことまで見据えて、動けてるってことにはなることにもなると思うんですけどね。ちょっとね、あの26個目さんがちょっとさ、誰か分かんなくて、ちょっと多分俺より強い人なんで、あんまり大口叩けない状態になってるんですよね今。いや、本当ありがとうございました。またね、あの俺結構ちょこちょここういうのやりたがるんですよ本当に。放送見てる人と対戦したからね。お、ミッキーやんこれ。お、すげえ、俺もやりたいこれ。ミッキーじゃん。お、いいこれって言わせたかったんだろうお前、このバカ野郎。うわ、ミッキーやんこれ、めっちゃいいみたいな言わせたかったんだろう、まあ、言ってしまったけど。危ねえ、今のカウンターやった。やべえ、お前これ
あ、うまいわ。あ、ごめんごめん。なんで？なんで？俺そんなガーフ中毒みたいな。あ、終わるわこれ。終わるよこれ。これ立ち悪いな、思ったより。これ強いな。これ使って勝てる方がおかしいな、俺が。うわ、見て打った俺。これ終わらせるよ。ライト、俺のライトそれ当たるよ。はっはっ、参りました。今日からあなた、ああ、もうなんかここまで言われたら、ここまで言われたらやるしかないね。ここまで対戦お願いいたしますまで言われると、レバーを斜め入れすぎない、かなぐらいです。レバーを斜め入れにしっぱなしだとあれが出るんですよ。だからちょこっともう同時みたいな。だから なぜあなたは、ですね、これラストワークなんで、とりあえずあと3分。やってみましょう。ほんと入れすぎないです。入れすぎたら QLKRK なんですけど、あの QLK、 Q と LK を同乗して、あと RK もニュートラルで。いや、ごめんなさい、負けちゃったんでね。俺も全員一郎になれるって思わせれたんなら、またあれしましょう。で、基本的に俺がランクマやってると、お前黙ってランクマやれよとかみんな言うすけど、
配信できたらしましょう。誘ってくれたら行くんですよ、全然。なんか俺が腹怒ってなかったら。お前のせいで俺ちょっと長くやってしまったのが鉄拳放送。今日俺の睡眠時間が30分減ったって500円だ。10個目さん、ちょっと500円払い忘れてますよ、俺の睡眠時間の。はい、あ、はい、お願いいたします。こちらこそ対戦してください、本当遊びたいんで、僕も。死んでしまう人が多いんよね、対戦しよったら。いや、ああいうの俺好きっすよ。あれは俺は好きですね、ああいう。ライトとかやるやん。謝る必要ないっすよ、ああいうの。怒る人が逆におかしいんですよ。うわっと思ったっすけど、俺もたまにあります。あ、やべ、ちょっと先に言ってきますね。皆さん今日お疲れ様でした、ありがとうございました。本当僕ももう寝るんで。対戦してくれたかった。お、あ、これは枠内調整。はい、はいはい、屋内挑戦ね。さすが俺。また。ありがとうございました。